こんにちは。作業療法士の井野です。今日はシニアの方に向けて、猫背や反り腰などの姿勢不良による腰痛で悩まされている方に向けてですね、この姿勢を正し、そして腰痛を解消する運動方法を3つご紹介していきたいと思います。皆様の中でもすでに猫背とか反り腰とか姿勢が悪くなってしまっている方多いと思います。そして腰痛とかも起きてしまうと、多くの方が背中とかですね、腰の方に原因があるんじゃないかというふうにですね、思っちゃうんですね。まあそうすると、まあ背中腰が痛いからこうマッサージに行って揉んでもらって、もしくはこうホットパックってこう温めてもらって治療してもらうと。だけど、お家に帰ったらまたすぐ腰が痛くなるとか、次の日にはもう腰が痛くなるというふうに、またですね、治療の繰り返しになってなかなか長年治らないっていう、そういった方が多いんです。で、そういう場合はですね、実はその姿勢不良というのは、腰に原因がないことが多いんですね。なので今日お伝えするのは腰に悪影響を及ぼしてしまう筋肉3つですね、ご紹介しますので、それを鍛える、それを整える運動方法になります。なので長年ですね、マッサージとか通ってもなかなか治らない方はぜひですね、この運動を参考にしていただいて、もう痛みとか姿勢不良を根本から治せるようにしていきましょう。なので動画の流れとしてはですね、姿勢や腰に悪影響を及ぼしてしまう筋肉の説明、どうしてこの筋肉が悪くなると腰を痛めてしまうのか、その説明と運動方法を丁寧にご紹介していきます。そして動画の最後に3つの運動をですね、まとめたものをですね、お届けしますので、まあ説明だけ聞いてもう運動だけしたいという方は動画の最後にですね、飛んでいただいて、そこを見ていただければと思います。このチャンネルではシニアの方がいつまでも健康であり続ける運動をどんどん紹介しておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さあ、それではですね、姿勢に悪影響を及ぼしてしまう意外なこの筋肉3つご紹介していきますので、僕と一緒にやってみましょう。はい、では姿勢や腰などに悪影響を及ぼしてしまう意外な筋肉ですね。まず一つ目は、下っ腹にある腸腰筋です。この腸腰筋というのは、腰椎から股関節までくっついています。そして役割としてはですね、このようにお辞儀をするような役割があるんですね。股関節をまあ屈曲するというんですけど、なのでこの腸腰筋が硬くなってしまうと、ぐーっと勝手にですね、会釈する方向に体を引っ張ってしまうんですね。なので姿勢が崩れてくる。で、人間はですね、このままじゃ前に倒れちゃう。だから体を起こそう、腰を起こそうとして反り腰になっちゃうんですね。こういう方は、もうずっと慢性的な腰痛に悩まされます。だけどさっきお伝えしたように、痛いところを揉んでも原因が下っ腹、前側にあるので、いくら腰、背中をマッサージしても治らないというわけなんですね。なので今からですね、この腸腰筋をしっかりと伸ばして、元の正しい姿勢に起こせるような運動というのを行っていきましょう。では運動方法をご紹介していきますね。まずですね、まあちょっとバランス伴いますので、ちょっと見てていただきたいと思います。このようにですね、足を大きく、後ろに引いていただいて、そして手を組みましょう。その状態でですね、万歳をぐーっとしながら、おへそ、骨盤を前に突き出していきます。そうすると、この辺ですね、下っ腹のこの辺りがぐーっと伸びる感じがしてくると思いますので、このようにぐーっとですね、反りながら、万歳をしていきます。で、もしですね、こうやった時、あ、ぐらぐらっとなってしまう場合は、片方捕まっていただいて、で、片手で、万歳していただく方向でも全然 OK なので、しっかりとですね、この腸腰筋をストレッチしていきましょう。ではですね、この運動ですね、10回一緒に行っていきますよ。では手を組んでいただいて足を後ろに引いて、では行きまーす。せーの。はい。1、しっかりとおへそ突き出すように反って2、1、3、バランス崩れちゃう方は捕まりながら、4、1、5、お、しっかり伸ばしますよ。6、4、8、8、9、10、と。はい、OK。今度は反対側を行っていきましょう。このですね、体を前にぐーっと持ってくるときは、体重がね、前の足に乗ると思いますので、それ OK ですからね。はい、ではですね、足を後ろに引いていただいて、はい、手を組んで、もしくは捕まっていただいていきますよ。せーの。1、2、1、しっかりおへそ突き出して、3、
ん、捕まりながらでも OK。 C、 いい、体を反らしていきましょう。5、6、はい、伸ばして C、 1、横っ腹から伸ばしていきます。8、9、10、はい、戻しましょう。はい、どうでしょう、このようにね、下っ腹のこの腸腰筋、ここがぐーっと伸びる感じありましたかね。この時にですね、足がちょっとこう、ちょっとしか後ろに引けないと伸びる感じが少ないので、結構大きくね、後ろに引いてあげてください。よくストレッチとかでこうアキレス腱伸ばしをこうやると思うんですけど、このぐらい引いちゃっていいです。開いちゃって OK。これでぐーっとやっていただくと結構伸びる感じが出てきます。さあ、そしたら今度はですね、二つ目の意外な筋肉ですね。それはですね、首の筋肉になります。首の筋肉に関してはですね、その首の前側ですね、胸鎖乳突筋というですね、まあ首の横からこの前に来る筋肉なんですけど、この筋肉、もしくは後傾筋って言ってちょっとこう前側についてる筋肉があるんですけど、これらはですね、顎を引くようなこう頭をこう下げる働きがあるので、この筋肉が硬くなるとですね、まあ、勝手にぐーっと頭が下がってきてしまって、頭の重さに負けてどんどん猫背になってきちゃうんですね。そして丸まってくると腰が痛くなると。なのでこの場合は、まあ姿勢がかなり悪くなりますので、しっかりと前に引っ張られないように顔を上げれるように、この前側の筋肉をストレッチしていきましょう。で、やり方はですね、まず皆さん、両手でですね、この鎖骨をちょっとこう触ってあげてください。そして、この鎖骨、皮膚ごとぐーっとちょっと下に引っ張ります。ちょっと指を立てて、ちょっと鎖骨を下に引っ張ってあげてくださいね。はい。そしたら、この押さえてる方と反対の斜め上にぐーっと持ち上げていくと、ここですね、エラの下というか、首の前側、ここが伸びてきます。これでしっかりと、こう、固まってしまってる首の筋肉をぐーっと伸ばして、そして顔を上げやすくしていきましょう。で、この時にですね、顎をちょっとこうやって突き出しながら、上向いていただくとかなり伸びてきますので、しっかり鎖骨をちょっと引いて、顎を突き出しながら斜め上をうーっと見てください。うーっと。そうするとここがしっかり伸びてきます。ではですね、一回、この鎖骨の方を見るように、下を向いて、ここからぐーっと、顎を突き出す。これを10回いきましょう。では、いきますよ。せーの。1、2、しっかりと斜め上を見ましょう。3、顎を突き出して、4、5、6、7、8、9。ではラスト、10。はい、戻しましょう。どうでしょう、結構首の前側が伸びる感じがあったと思います。で、この時にですね、しっかりと一回下を向くというのをやると、筋肉が一回働いて、その後、伸びてと、この伸び縮みが起きる。まあ、収縮が起きますので、筋肉がよりほぐれますので、しっかりとですね、こう下を一回見てくださいね。では、今度反対側ですね、鎖骨を触って、ちょっと下に引っ張ってあげましょう。そして、今度はこの手と反対側の斜め上をうーっと見上げて、この首の前側をしっかり伸ばして、頭をシャキッと起こしやすくしていきましょうね。では、まず、下を向いていきますよ。せーの。1。2、3、4、5、6、7、しっかり顎を突き出して、8、9、伸ばしますよ、せーの。10。はい、OK。さあ、これでしっかりとですね、こう前に引っ張られないようにシャキッとね、起こせるようにここを伸ばして、頭がまっすぐ起こせるようにすると姿勢も良くなってきますからね。さあ、それではラストの運動をやっていきましょう。
さあ、そしたらラストはですね、このもも裏のハムストリングスですね。このハムストリングスはですね、ちょうど骨盤のですね、後ろのこの座骨というところにくっついてまして、このハムストリングスが硬くなると、骨盤をぐーっと下に引っ張ってしまって、骨盤が寝てしまうんですね。そうすると、あっという間に猫背になって姿勢が悪くなります。なので、この場合もですね、一生懸命背中を伸ばそう、起こそうと、努力をするんですけど、骨盤から引っ張られて寝てしまっているので、やっぱりいくらですね、背筋鍛えたり、姿勢を起こそうとしても起きないんですね。なので、このハムストリングスをしっかりとほぐして、ストレッチしてあげて、そもそもここから起こせる、骨盤から起こせるようにしていきましょう。ではですね、やり方は、まず椅子の上にですね、このように足を乗っけちゃいましょうか。そして、ぐーっとお辞儀をするように、体を前かがみにしていくと、もも裏、膝裏が突っ張る感じが出てきます。そしてですね、しっかりぐーっと伸ばしたら、ここからですね、このように膝を曲げます。で、またぐーっと伸ばしてあげる。このように、曲げて縮ませる、筋肉を縮ませて、しっかりその後伸ばしてあげると。こういうふうに筋肉を伸び縮みさせると、ほぐれてきますので、ただ伸ばすだけじゃなくて、一回曲げてあげましょうね。でこの時に、まあ、椅子グラグラすると危ないので、ちょっとしっかりとした椅子の上でやっていきましょう。では、10回ですね、行っていきます。では、まずしっかりぐーっと伸ばして、せーの、曲げて、1、2、1、3、しっかりぐーっと伸ばしてくださいね。曲げて、し、伸ばします。5、お、突っ張る感じを出していきましょうね。6、し、ち、は、ち、9、う、で、ラスト、10、う、はい、OK、戻しましょう。結構突っ張っていたいと思います。で、今度反対側行きましょうね。さあ、このハムストリングス。普段ですね、こう、膝を曲げるような、こう、座ってね、こう、膝を曲げるような、働きのある筋肉なので、ずーっとお家で座りっぱなしの生活の人はですね、かなり硬くなりやすいので、結構痛いと思います。で、しっかりとですね、伸ばしてあげてから、ゆーっと曲げて、ほぐしていきましょうね。こういうストレッチのような突っ張る痛みというのは、いい痛みになりますので、あ、突っ張って痛いな、痛いからやめようってなっちゃうと、もうそれ以上ですね、柔らかくなることはないので、こういうのはですね、しっかりと、多少痛気持ちぐらいのところまでは伸ばしてあげてください。では、この反対側いきますよ。しっかりまずぐーっと伸ばしていただいてから、せーの。いい。しっかり伸ばして。に。一。三。ん。し。一。五。お。六。く。し。ち。は。ち。きゅう。さあ、しっかり伸ばしますよ。では、ラスト。じゅ。で、戻しましょう。はい、オッケー。戻しましょう。どうですか？結構、もも裏、ちょっと突っ張って痛かったと思うんですけど、後ろはですね、すっきりしたと思います。このようにですね、腰痛や、姿勢不良を起こしてしまうのは一概に背中とかだけではなくて、腸腰筋のような前から引っ張ってしまう。首のような頭を下げて猫背にしてしまう。そしてハムストリングスのような骨盤を引っ張って猫背にしてしまうというですね、いろんなですね、意外な筋肉たちが悪さをして、この腰痛を引き起こす姿勢不良になってしまうんですね。やっぱりこういう原因が全然違うところにある場合はですね、いくら背筋を伸ばそうと運動したり、マッサージをしてもなかなか治らないので、ぜひこれらのですね、筋肉たち、しっかりと整えて、常にこう起こしやすい姿勢を正しやすくする体づくりを目指して頑張りましょう。
ではこの後はですね、これら3つの運動を、まあ、説明なしで通して行っていきます。なので例えば今後ですね、運動だけしたいという方はですね、この最後の部分だけやっていただければと思います。そして今の説明を聞いた上でもう一回やりたいという方はですね、ぜひこの後一緒にやっていきましょう。さあ、それでは早速ですね、運動一緒に頑張りましょう。では姿勢不良や腰痛を引き起こす悪い筋肉たちの運動を一緒にやっていきましょう。まず一つは腸腰筋、下っ腹の運動を行っていきます。まずですね、アキレス腱を伸ばすようなポーズですね、こうに足を思いっきり後ろに引いてください。この状態で手をこう組んでいただいて、そしてバンザイをしながらおへそ、骨盤を前に突き出していきます。そうすると横っ腹が伸びていきますので、しっかりとぐーっと反って伸ばしていきましょう。グラグラバランス崩しちゃう方は捕まりながら片手だけでも OK です。ではこちら10回いきますよ。せーの、はい、反らして、1、お腹を突き出していきますよ。2、1、体重は前にグーッとかけていいですよ。3、4、1、しっかりバンザイして、5、5、6、片手でね、捕まえながらやってもいいですからね。7、8、9、ではラストしっかり伸ばしましょう。10、はい、OK、 しっかり横っ腹から伸びた感じがあればバッチリです。さあ、そしたら今度反対側いきましょうね。では足を結構後ろに引いていただいて、ではいきますよ。せーお腹突き出して、1、しっかり体を反らせます。2、3、4、5、6、つかまりながらでも OK ですからね。4、8、しっかり万歳して伸びます。9、10、はい、 OK。 ではしっかりと下っ腹、腸腰筋を伸ばしたので、今度はですね、もも裏、ハムストリングスの筋肉を伸ばしていきましょう。こちらの骨盤をぐーっと下に引っ張っちゃうので、しっかりと伸ばしてですね、骨盤が引っ張られないようにしていきましょうね。では足を椅子の上に乗っけていただいていいですかね。まずここでしっかりともも裏伸ばして突っ張らせていきます。ここから膝曲げて、また伸ばしてを10回いきますよ。ではぐーっと突っ張らせて、せーの、1、2、3、しっかりもも裏をぎゅーっと突っ張らせて、ていきます。ではいきますよ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、しっかりここ伸ばして、9、10、ではラスト、
十。ぐっと、で、ぐーっと伸ばしてくださいね。はい、オッケー。さあ、これでですね、骨盤を引っ張って猫背にしてしまうようなハムストリングス。ここもしっかり伸ばしていきました。では、最後はですね、首の運動ですね。はい、ではですね、首の運動は、まず鎖骨に手を当てていただいて、ちょっと下に引っ張りましょう。そして手と反対、斜め上にうーっと顔を向けます。そして顎をうーっと突き出してあげましょう。こういうふうにうーっと突き出します。そうすると、この首のですね、エラの下の部分伸びてきます。ここをですね、しっかりと働かせていきます。では、まずですね、ぐーっと斜め下を向いて、ここからスタートします。では、いきますよ。せーの。斜め上を向いて、顎を突き出します。1。で、また戻る。2、3、4、5、6、7、8、しっかり顎を突き出して、8、9、10で戻しましょう。 OK、 首の前側、エラの下ら辺が伸びてれば OK です。では今度は反対側に手を当てて鎖骨をちょっと下に引っ張りましょう。ではここから斜め下から斜め上に首を動かしていきましょう。ではいきます。せーの、1で戻して、2、しっかり顎を突き出してくださいね。3、4、5、6、7、8、9、ではラストいきますよ。10。はい、OK。どうでしょう、この首の前側の筋肉しっかり伸びましたかね。ここがしっかり伸びると顔が起こしやすくなりますからね。これでしっかり姿勢不良を改善していきましょうね。はい、では皆さんお疲れ様でした。このようにですね、腰痛や姿勢不良というのはですね、一概に背中、腰だけの問題ではないというのを今日はご説明させていただきました。長年ですね、腰痛に悩んでいる方とかですね、姿勢を良くしたいのになかなか良くならないなという方は、こういった他のですね、3つの原因となっている筋肉、ここを整えてみてください。本当にですね、今までやってなかったのでしたら結構効果とかも出てきますからね。筋肉というのは知らぬ間に硬くなって、そして勝手に体引っ張ったりして、悪い影響を及ぼしてしまうと。そしてですね、これらの筋肉を整えてあげると本来の力が取り戻されて体が軽く感じたりとか、あと姿勢もね、起こしやすくなってきますので、ぜひ続けてやってみてください。ここで2点ご紹介したいことがございます。フラミンゴの介護法チャンネルの LINE スタンプを作成しました。もしよければですね、こちら概要欄の URL からチェックしていただくとご利用いただけますので、ご興味ある方はぜひご利用ください。そしてもう一点はですね、私の過去の動画でですね、短い時間でも体力アップをすることができる動画であったりとか、お家の中でもしっかりとストレッチをする動画をで投稿しておりますので、しっかりと運動したい方は過去の動画をぜひチェックしていただきたいと思います。動画の最後にもですね、おすすめの動画などを紹介しておりますので、そちらもご利用いただきたいと思います。はい、このように健康に役立つ運動方法をこれからもどんどんご紹介していきます。この動画がいいなと思っていただいたら、グッドボタンやこちらのチャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。それでは今日はこれで終わりましょう。皆様お疲れ様でした。